皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今回もゴーイングメディバルのお時間やってまいりました。ということで今回も前回の続きからになるんですけど、前回ね生放送してたんだよね。前回生放送してて、ここ通称タワマンって呼んでんだけど、ここね最大今25人暮らせるっていう住居があるんだけど、前回ねここをね作ったんですよね。3階建てになるので、ちょっと前回の続きちょっとじゃあ見ていきましょうか。一体じゃあどういうのを作ったのかっていうと、1階ね食堂、こっちの部屋が大広間になってて、こっちが食堂で、1階は最初ね1階 2部屋作りました。2人部屋と3人部屋で、1階に5人で、2階に3人部屋を2つと2人部屋を2つです。10人暮らせる感じで、3階もね2人部屋2つと、3人部屋をね3つ作りました。で今25人、最大こっちのね通称タワマンで暮らせる感じとなってるんだけども、前回ねここ大広間にしようっつってたんだけど、食堂にしようかなと思ってて、こちらねで食堂をね実はね作りましたちょっとね見えづらくて申し訳ないんですけど、食堂にするための条件がありまして、なんかねずっと気づいてなかったんだけど、ちょっとゆっくりしますね。すごい外で木が倒れてますけども、なんかねここに検出した部屋のオーバーレイを表示するっていうのがあるんだけど、これを表示することによってなんか部屋のタイプっていうのがあるんですよね。でキッチン、工房とか図書館、教会神殿がねあったり、寝室、共同寝室とかね大広間っていうものがあるんですよね。あとは空き部屋で、なんかねどうやらこっちの、部屋のタイプっていうのをちゃんと、条件満たせば作業効率がね上がるんですよ。ずっと気づかずにやってたんだけど、今ねここキッチンになってます。黄色わかりますか、この薄い色、これ黄色ですちょっと見えづらいかな。一応黄色くなってるのがなんか ここら辺まで、扉がないから多分この2階のこの廊下までがどうやらキッチン判定みたいな感じになってて、でキッチンを作るためにはじゃあどうしたらいいのかっていうと、ここに書いてある通り釜が一つですね。釜一つと、あと壁に陶器の棚、陶器の棚がすんごい薄くて申し訳ないんですけど、これです。これちょっとね2階があるから表示できないんですよね、うまいこと申し訳ない、薄くて申し訳ないですけども。で、壁にね陶器の棚をいっぱい作りました。であとは、食肉解体のね作業台が、最低一つ必要だってことなんで、一応この釜のキッチン、釜のキッチンをレンガ作りのキッチンをね、キッチンじゃないな釜かな釜を2つで、ここで料理ができるようにしました。で、食肉加工の台も置いたんで、一応ここがキッチンになっています。で作業効率もなんやかんや上がってるらしくって、ちょっとね生産の速度とかも上がるんで、多分こっちでちゃんと料理とか解体とかできるようになればかなり作業効率が上がるらしいみたいなものを作りました。で他にもさ、ここには工房とかさ図書館とか教会とかあるんですけど、実はね隣にね作ったんです。わかりますか、このピンク色、これ万人のね教会で、ちょっと待ってね、もう一つ実はありまして、もう一個ね作ったんだよね一応。ただちょっとこれ扉がないからかな、なんかピンク色になってるね。そう、なんか万人の教会となんかその神殿を一応作ったんだけど、一応下がオレンジ、すっごくね分かりづらくて申し訳ないんですけど、こう下がオレンジ色、下がオレンジ色で上がピンクになってるんで、1階が神殿になってて2階が教会になりました。ちょっとねこれ色つけてると分かりづらいんでちょっと見ていきましょうか。1階が、こちらのねなんかあれどっちだったっけ、これ神殿だっけ教会だっけ。1階が神殿ね、この同胞の
っていうものをたくさん作って、神殿になりました。でこれ作るためにもなんか条件があってね、簡単にこう作れるんじゃないんだけど、神殿作るためにはあの祠、木造の祠と、石造りの祠とかね、他の作業台とか、あ、設置できないもの、失礼いたしました、上の方ですね、必要なもの、木造り、石造りを最低1個で、あとはね壁にかける壁飾りっていうのがあるんだよね。であのずっとさ壁飾りってこの研究でさ、まあ、別に装飾品だからさ取らなくていいやっつってさ、ずっとこれ取ってなかったんだけど、これがないとどうやらあの部屋の判定としてちょっと難しいみたいなんで、本来はね最初にあのこういう装飾品、まあそこまであの研究しなくても取れるものなので、あの本来はこれ早めに取って、部屋ちゃんと別々で作るとあの効率上がったり住民がハッピーになったりします。で、上もね同様にあの教会を作ったんです。教会をで必要なものが、木造りのね木造のあれとね、石造りのねあれになりますこれ祠っていうのかな。あとは、ピンクだからまたこれもね壁掛けが2つで、一応ちょっとねあの見えますかねこれこれで下にもあのちゃんと装飾品、ちゃんと合ってる装飾品をあの置いています。すごくね薄くてね、下のところはちょっと見えづらいかもしれないんだよね。あ、ここだね、これわかりますか、これがちゃんと飾ってあって、でたくさんこれ置いてある。でなんかね住民が今だいぶ増えてきて22、3人いるんだけど、あのこういうさ宗教施設っていうかあの宗教信仰するものって一応1台で2人あのお祈りできるみたいなので、まあ、結構部屋の中に置きました。何個置いたんだろうこれ、ここで5個でここで5個で、12個か、12台だから一応最大、24人ぐらいが、まあ、お祈りできるみたいな。確か下も同様な感じだったかな。うん、ここで5、あ、ここ4か。でちょっと1階の方が少ないね。でちょっと前回ね隣のさこうタワマンが立ちました、じゃあ隣もちょっと改修しましょうっつってたんだけど、実はね裏でコツコツやったんですよね。あれ、こんなところにこんな建物なかったぞと思ったお友達もいると思うんですけど、前は、ここの下が食堂で2階がねあのゲーム施設みたいな感じであったんですけど、あの改修工事してここは、宗教施設っていうかお祈り専門の建物にしました。でじゃ あのゲームするとこはどこ行ったんだっていうと、あの向かいの家さ、ここ実はあの居住スペースだったんですよね。ここ居住スペースだったんだけど、ちょっとやっぱ住民も増えてきてやっぱ娯楽がないとあのストレス溜まっちゃうから、こっちの家をタワマンが完成して神殿もできたから、あのこっちにバックギャングとかちょっとできる施設を移しました。で、1階が 1,2,3,4,5,6,7,8 台、上が 1,2,3,4,5,6,8 台で16台あるから最大32人。ここでねあの完全にゲームだけするってバックギャングのねあの広場っていうかな、広場って言っていいのかなそんなに広くないんだけど、まあ施設に、ね、なりました。1階2階でね最大32人遊べるような施設に、変更しました。でまだねこれあの ゲームするだけの部屋みたいなのないんで、空き部屋判定ですね、うん、まあ、もしかしたら今後ゲームだけできる部屋みたいなのもね、飾りが増えたりとかしてなんか娯楽施設みたいな感じでできるのかもしれない。まだアーリーアクセスだからね、どうなるかちょっと分かんないんですけども、一応あのストレスがたまんないように、宗教施設っていうかあの1階2階にちょっと進行するね、なんやかんや違うものと、ゲームするところね作りました。で隣の部屋、そう実はねこう頑張ってあの作ったんですけど、ここわかりますか、あのうっすら本当にさこのさあの レイヤーの色っていうんですかね、この部屋判定の色結構わりかしさ薄くてさ、
こう分かります、あの一応2階が空き部屋判定で、下がこのオレンジっていうか黄色っていうか、なんかその2つの色が合わさったなんか薄い色なんですけど、ここね図書館にしました。今まで図書館ってなかったじゃないですか、まあ、図書館っていうものの存在知らなくって、ここに部屋判定するっていうものがまだねあの気づいてなくって知らなかったんだけど、あの図書館にするとこれ見えますか、必要なものに、作業台、作業台が3種類あるんですけど、作業台のなんかその作業する研究するなんだろう、その仕事するさスピードが上がるらしくって、であの今までこの研究する施設ってこっちのさ、ここでやってたんですよ、ここのどこやったかな、2階だったかな、2階でやったんだけど、今ちょっと適当にベッド置いてるここになんか研究するところが3つ置いてあって、それだけの部屋になったんだよね。で、あのやっぱこだわるんだったらさ、もう全部さ作っちゃえと思ってさ、裏でねコツコツで頑張って作ったんですよ。で、ね、図書館にしたんです、1階をね。じゃあ図書館にするためには一体何が必要なのかっていうと、ちょっとこれあのレイヤーつけて説明するからちょっと見づらいかもしれないんだけど、一応作業台ね、一番最初のしょぼい作業台で、次レベル2の作業台で、これがレベル3のね、あの高度な作業台で、まず作業台を 1,2,3 3つ置きました。で他に必要なものがあって、他に必要なものは本棚、壁掛け用のね本棚と普通の本棚が必要だった。であの研究したものって本になって地面に落ちるんですよね。で地面に落ちた本をさ、こうやってね倉庫にしまってたのよ。で本の山みたいになってて、で収納するところが前だいぶ前なかったんだよね。であの装飾品の中にこの本棚っていうのがねあるんで、本棚を置いたんで、まあ、今後はここに本を収納してくれるはず。わざわざもしかしたら倉庫に持っていかず、ここ直接ね入れてくれるかもしれないみたいで、こっちが普通の本棚で、これが壁掛け用の本棚みたいな感じで、あのちょっと置きました。でインテリア的な感じもちょっと兼ねてるんで、あのこういうね食材とかも置いたりしてる。でここの壁掛け用の本棚、どうやらもうなんか本置いてるね。ちょっと洗濯できないんだけどあの見た目本入っているから、多分だいぶ収納されてるんだろうね。多分こっから順番に本を埋めていくのかもしれない。であのやっぱり図書館って書いてあるからさ、これ図書館って書いてあるからさ、やっぱちゃんとした図書館っぽい部屋欲しいなと思って、これ実は2階建てなんですよ。で2階建てで、あの2階に完全なる図書館を作りましたよくね、あの図書館って言ったらよくあるやつね、こうテーブルがあって椅子があって、で本がブワッと置いてあるみたいな。まあここ空き部屋判定に多分なってるはずなんだけど、うん、2階ね白、うん、あのすっごい色が見えづらくて本当によくわからないかもしれないんだけど、一応下がその図書館のなんかこの薄いオレンジと黄色が合わさったみたいな色で、上が空き部屋判定の白になってる。うん、これもうねなんか図書館として判定されたらよかったんだけど、まあ、上はただあの倉庫みたいな感じで、まあ、見た目にちょっとこだわったからテーブルとか置いてんだけど、まあ、完全に図書館ね作りました。で、あれからだいぶね季節がねあの進んで、今冬なんだよね。大丈夫かなこれ。でちょっとまだアーリーアクセスだからさ、あの村人の AI が若干アンポンタンだから、あのスケジュールとかさ、実はちゃんとこうやって本当は夜6時ぐらいに仕事を終えないといけないんだけど、多分ねこの村やること多いんだろうね。一部の人がねだいぶあの夜中までね働いちゃうんすよね、かなり遅い時間まで。であのだいぶね裏の方で頑張ってあの建築しまくったのよね。で今後やらないといけないことがまだあって、もう結構さできてきたじゃん、住居かっこタワーマン、まだ25人しか住めないし、まだ3階建てだからそこまでタワーマン高くないんだけど、通称タワーマン、まあ今後ね
人が増えてきたら、まあ、4階5階6階とかね、まあ、いつになるかちょっとよく分かんないけどね作る予定は一応あります。で、まあ、今後の予定なんだけども、そのなんかさ、だいぶ前にさ生放送した時にこう言ってたやん、ここちょっとさ土地広げよっかっつって、で、住居スペースのタワマンできた、で、宗教施設かっこちょっと縦長の施設が2階建て、ちょっとねここも伸ばしました、うん、土地を伸ばしてだいぶ縦長になりましたけども、だいぶ改修ができました。で次はねここの倉庫もちょっと作りたいんだけど、1階のとりあえず囲いができた、1階の囲いだけとりあえずできたから、ちょっと時間のある時に、そうだな、ちょっとね、あの一応うちレンガ作りのもの、まあ、こうやってレンガのものがだいぶできる土地柄なので、1階、あそっか2階、これ早く作らないと、これここ2階埋めようと思ったけど、あのこのね倉庫がねまた変な作りしちゃってね、 どういう作りしたんですかっていうところのね、1階部屋はまさかここ2階にするなんて最初計画してなかったもんだからさ、あの1階がさ、なんだろう、その適当なさ資材入れるみたいな、素材や生地やね本とか入れるなんかその倉庫にしたんだよね。で、あの2階建てにしたかったので、2階建てにするためにあの階段作らないといけないじゃん。で、部屋の中に階段作るとさ、あのその分やっぱりちょっと、もうこれちょっと中に階段入ってるんだけど、3マス分さ物置けないのよね。あ、だったらちょっとあれかなと思ってさ、このだいぶ初期の時だね。あとじゃあ2階はさ外から行ける外階段作ろうっつってさ外階段作ったのよ。で2階入れるようにしたんだけど、あやべ3階建てにしようっつってさ3階建てにしたのよマジで計画性なかったんだけど、あの3階建てにしたからこの2階の倉庫はね中に階段があんのよね。1階はあのこっから上がんないといけないんだけど、で2階は階段って一応3階に服を置いてあるみたいな、なんかよくわかんない謎の作りになってるんですけど、これもちょっとね改修して、まあ、ちょっと広めの倉庫にしたいんだが、だがしかしこの階段があるせいでちょっと大変だね。そうだな、もう階段の中に作っちゃおうかなどうやったらいいんだろうこれ、ちょっと待ってね、あのもうちょっと後で考えよ本体今やりたいんだけど、しまったこの謎の階段があるせいでこの階段取っ払えんのかな。とりあえず取っ払って階段どっかに作っちゃった、あ、ひらめきました、いいこと思いついた、ここに作ればいいや、賢いんじゃない、これいいんじゃない、これいいやり方じゃない、これひらめいたんじゃないんですか、来たねこれ、ひらめいちゃった。とりあえずここまで作ってさ、あのここの階段できたらここ取っ払ってさ、あとりあえずここつなげれば多分この1階2階行き来できるんじゃない。でここができたらあの扉作ろうか、うん、扉であの蛮族が襲撃してくる恐れがあるんで、扉はあのこの補強された扉、うちねあの内側っていうかその隣の部屋と隣の部屋を行き来するなんかその部屋の中の扉以外は全部補強扉で作ってます。あの蛮族が襲撃した時に大変なことになるから、これ補強扉にしとけば、あの蛮族がさこの砦の壁壊したとしても、あここの建物侵入したいなってなったとしても壊さない限り入れないのよね。で部屋と部屋を行き来できるここだけは木の扉にしてる、ここだけはそう、外側壊されなければ内側の部屋って多分入ることできないはずだから、ちょっとあのそっちにしてます。で補強扉にするとね結構その住民の行き来にちょっと時間がかかるのよね、もっさりするっぽくて開けるときにね、もさもさしがちで、ちょっともうなんかここ2階部分完成しそうだからもう一旦撤去しちゃおうかな。でも今後の予定は倉庫広くして、あとねここまだねだいぶ時間かかると思うんだけど、ここね適当にさキッチンみたいになってるのよね、ここ適当なキッチンみたいなキッチン兼肉解体兼酒場っていうかあのお酒の蒸留所みたいな、もうくっちゃくちゃなのよね。
で、あの一応さ、キッチンがここにできたから、まあちょっとまだちっちゃいんだけど、キッチンね、あのものが一応ここ作業効率上がるっぽいから、まあちょっと一旦ね、このあれかな、この2つちょっとあの一旦が取り壊して、今後こっちで料理する予定みたいで、あの料理する予定なんだけどさ、ここ下わかります？ここだいぶ前に動画でもね、あの何回も見せてたかもしれないんだけど、ここにあの倉庫があるのよ。で倉庫があって、であのだいぶ初期の頃とかだとさ、最初ここにしかあの冷凍庫っていうかさ、冷蔵できる地下施設、ここしか出入り口なくって、それじゃあ大変だなと思ってさ、あのここにもさ、外から物資をすぐに運び込めるみたいな秘密の入り口をさ、こう作ったのよね。今2箇所ぐらいしか本来行けなかったんだけど、ここキッチンにする予定だからさ、これ気づきましたキッチンにする予定だけど、物資取りに行くのめっちゃ遠いやんと思ってさ、遠いの大変じゃんと思って、実はここに階段作って、ね、下にね伸ばしました。見えますか、これ見えてますか、これすんごい大変だったの。これなんでこんな大変だったのかっていうとさ、あの遠いのよ遠いのよ、ここでしょ、さっきの入り口で、ここね、地上ちょっと表示してみよう。地上表示すると、この料理する、まあ、作業できるねところからの倉庫ね、倉庫で、あの宗教施設からのキッチンだからめちゃくちゃ遠くって、かなり時間かけたんだけど、1日ね、なんかあの4マス、まあ、これぐらいかな、これぐらいコツ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 ちょっとずつちょっとずつ掘ってて、あの伸ばしました。であのここから前だと、ここからこうやって降りて、こっちを降りたりしないと、あのさらにさ、あのなんて言うんだろう、ここが今1階なんですよ、地下1階で、ここが地下2階なんだけど、あの向こうの倉庫がさ、あの地下1階で掘っていくと壁が崩れるみたいな感じになっちゃうから、あの地下2階に掘って、ここから降りてでさらにここが地下1階だから、こう地下2階に降りる階段を作って、で地下2階からこうぐっとこっち奥まで行って、ここ実はね、階段がね2個あったかな、あれ置いてない、もしかしてまだ置けてないかなちょっと階段置かないといけないや、すいませんでした。これで、あーちょっとなんかゴミがあるっぽいな、これ多分これだ、多分ね、このどれゴミがあるっていう、どれ、ちょっとここね、地下2階作るときね、ちゃんと計算しないとね、なんかその壁があってみたいな、多分これかな、それこれかな、何個か削んないとねいけなくって、そのこういうのね、で階段が3マス場所圧迫するのよね。で一番上が、あのこのなんて言うんだろう、1階部分から降りるから、下に掘るってなると多分、地下1階か地下2階に行くために、この地上のね、これブロックが多分3マス分でちょっと邪魔なんだよね。だからうまい具合にこれ削っていかないと、どうやら置けないみたいで、結構これがね苦しい作業なんだよね。でかなり計算して作ったんだけど、まだね階段ができてなかった。で多分これ削れば、あのここの階段がね置けるようになるはずっていうね、あの感じとなってます。で、あのちょっとここだいぶさ、あの沈没っていうかさ、あの陥没しないようにっていうのかな、これ地下施設だから陥没しないように、定期的にこうちゃんとバランス取れる梁をね、あの置いてるんで、今んとこね崩れ落ちたことはねありません。で、ちょっとここさ横向きに置いちゃったもんだからさ、ここもさこっち向きに3マス分階段置かないといけなくて、多分、ここが1階から降りる階段で、地下2階に降りるためには多分ここが、完全に下に降りるための出入り口になるから、ちょっと変な
スペースだねここね。俺誰だこれ建築したやつ。でもだいぶ考えて作ったんだけどね。でちょっとここ広くしようかね。あのもうちょっとなんかやりやすいようにね。で一旦ちょっと陥没しないためにも、まあ、まずここちょっと削っていきたいところなんだけど、とりあえずここのなんだろう広場が広くなりすぎると下手したらこの上の部分が崩れ落ちるかもしれないから、一旦ちょっと崩れ落ちないようにあのまめにちょっとこの張り立てたりとかずらしたりして、ちょっとずつこの下の部分も削っていきたいと思います。でちょっとここからこう降りるんだったらここちょっと狭いから少しだけ広くしよう。ここ少しだけで一旦1マス削ったら、あのこの梁をちょっと横にずらしてもう1マス分ぐらいかな、せめてここ2マスぐらいでこう移動できるようにね、横から移動できるようにしようかな。いやだいぶねこの地下施設ね、あの地味な作業なんだけどすんごい頑張ったのよ。そんなに広くしたんですかっていうとね、ちょっとお見せしましょうか。もともとねこの地下施設って、まあ、ここ一部屋とちょっとこのこのね柱がめっちゃ邪魔で申し訳ないんだけどね、あのこう二部屋しかなかったの。ここが地下1階でここが地下2階だったんだけど、地下2階をねだいぶ掘り返しました。だいぶ掘り返したんです。であのゆくゆくこの村の下のとこ全部地下施設にしようかなと思っててさ、あのなんか物資の方とかも増えてきて、で備蓄する倉庫がちっちゃくなってきたもんだから、あの毎日コツ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 さ、夜とか、まあ、日中とかにその掘ってもらうようにしてコツ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 広げたんだよ。でなんかこの行き来するの大変だったんだよね。こっから降りてこっち降りて、で向こうの建物行くためのこっちのスペースと、こっちにあの畑から直通できるスペースがあるんだけど、まあやっぱりさこの行き来するのが大変、なんか変な階段だからさ結構行き来するの大変だったから、あの前だと降りて戻るしかなかったのよね。戻るかこっちからこう入って置いて戻るか、こっちから降りて置いてからこっち登るかみたいな選択だったんだけど、あのそれじゃあちょっとさ、あのいろんなとこにさこう行きたいとしてもさ行きづらいかなと思って、あのこの地下2階、ここ地下1階でここ地下2階なんだけど、地下2階のところをだいぶ広げてこっちにもね回り込めるようにしました。でこっちに回り込めるようにして、なおかつこっちにもつなげてあるこの通路、わかります？これこれねめっちゃ頑張ったのよね。ここが地下1階だもんだから、あの変なさこの段差になってて、ほんと掘り返すのどこで掘ったらいいんだろうみたいになっちゃって結構苦労したんだけど、あのここね地下1階をこうぐるっと回れるようにまずね周りをね削ったで、一応こっちにもあの料理するね、まあ、ほんのちょろっとちっちゃい設備があるから、まあ、こっちにも伸ばしてあるんだけど、そっち行くための通路って前ここ地下1階で、で地下2階降りてここのなんか長い廊下通ってこっち側っていうスペースだったんだけど、やっぱそれじゃ遠いなと思ってさ、あのこっちも降りるようにしたから、地下2階に降りれるようにしたから、こっちからもこうやってショートカットできるようになった。まあこっちからだとちょっと遠回りになっちゃうんだけど、ショートカットルートも作りました。これね、まあ、だいぶ行き来しやすくなったんじゃないかなこれで。っていうね、ところにはなってるんですけども、これ削り切れるかな、ちょっと待ってこれ削れない、それ宙に浮いてんだよなこの謎の壁が、コンコンできないかなそれ一回これ壊さんといかんかな、一回壊してさ、あの床一回剥いでからやった方がいいかなこれ、一回床剥ぐか、ペッ、ごめんねこれちょっと壊してもらっていい、誰かが取り組んでるな。でなんかね住民が増えてきて、あのだいぶ昔かな、だいぶ昔にさこの畑をさすっごく広げたのよ。なんだったらさこの拡張工事する前のなんかこの家のギリギリのところまでこう畑だったのよここ全部なんだけど、あの住民が増えてきて
だいぶね、畑がちっちゃくなっちゃった。逆に今度はちっちゃくなっちゃったから、まあ、今後拡張工事していくためにこっち側に少しさ領土を広げていこうかな、まあ、今ね領土的には ここなんだけど、もうちょっとねここ増やしていきたいな畑がちっちゃくなっちゃってるから。でなんか作物がねちょっとね少ないのよね。あ、で、あ、そうだそうだ、説明しないといけない。あとだいぶ前にそこの多分前生放送の時もギリギリ多分やったと思うんだけど、そのこっちの領土少しだけさ伸ばそうっつってさ、こう分かります、この境目 1,2,3,4,5,6,7,8 マス、8マス横にねこう広げたのよ。もともとの壁ってこの8マス内側で、ここが多分ギリギリの境界線だったんだけど、その塀のね、なんだけど8マス増やした壁がやっと完成して、で今ちょっとねこっち側伸びました。でこのね8マスね、村を囲うためのその塀っていうんですかね、塀を作るためにかかった時間がね、いやだいぶね敵の襲撃とかもあったりとか、他にね改築工事とかいろいろね並行してやったから、ものすごい時間かかって、多分1年ぐらいかな、このゲームの世界、いや1年以上かな。あ、キッチン完成したみたいキッチン完成したみたい。あ、削り切ったかな。あ、削り切りましたね、これ多分下。じゃあちょっともう一回埋めようか。で今後の予定としてはちょっとその塀を広くしていって、そうだな、もうちょっと畑を広げようかな。なんかね最近ちょっと人数がね増えてきててね、そううちね連戦練習してて誰も一人も失ってない。まあ失いそうになったらねそうだね、世界線戻したりとかしてるから誰も失わないっていうね、絶対知らないうちの村人たちになってんだけど、そうもうだいぶ昔やってた時人死んでも別に気にしてなかったんだけど、このゲーム人死ぬと後々ね戦闘になった時にその一人の人手がいないせいでとんでもないことになるかもしれないから、今後はね一人も失っていかないようにしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。